ピオン。あー、どうもスリーピースダウンです。はい、じゃあ今日は、キキコーラ、ね、僕の挑戦なんですけど、コカコーラを5種類買ってきました。まずこれノーマルコーラ、僕がもうこの世で一番愛してるコカコーラ、1年に 何リットル飲んでるやろってぐらい飲んでる、一般的なコーラで、これが、ゼロコーラ。これも僕はもうほぼほぼ飲まないです。はい、ほんでこれがなんか コカコーラアップル、これも全く一回も飲んだことないですね。最近発売されたのなんで、あとこれが特保の出してるコーラ、これもゼロカロリーなんですかね。これももう飲まないですね、僕は。俺結構飲む。これ飲む。これってさ、意味あんのこれ。これ飲んだもん、チャラン。チャラン。食ったもん、チャラン。で、あとこれが、コカ・コーラが出したエナジードリンク。これも飲んだことないです。飲んだことありますか、皆さん。ほんで、まあ、この5種類、まあ、僕が、この透明のコップに量とケープに入れてもらって、この5種類の中から、これを当てれるかっていう企画です。まあ、自信はもちろんあります。はい。このコーラ大好きなんで、まああとはもうほぼほぼ飲んだことないんで当てれると思います。では、こんなんとか余裕そうやな。あ、これこれと、まあこれはまず余裕やん。多分一つだけ味ちゃうもん。これも多分飲んだことないけど、多分エナジー感があるはずやん。まあでもこの3つは近いやろ、どっちかで言ってると。まあでも頑張って当てたいと思います。入れました。まあこの順番に入ってます。見るかな。よし、じゃあちょっとこれは溶けていきます。どうした？いや、まだ OK。 いや、これだけもこれだけちゃうやん。このもう4択に絞られたやん。これもしかしたらこれがコーラかもしれない。皆さん分かりますか？これだけ色明らかに薄いです。あ、分かりにくいか、分かりにくいか、映像やったら。もう明らかにこれだけちゃいます。でも、後のやつはもう全く一緒です。そいつだけなんかお茶の色してんの。うん。まあ、とりあえずじゃあ、こいつから詰めていきます。まあ、匂いもコーラじゃない。まあ、これ飲まんでもわかる。まあ、飲むけど一応。コーラじゃない。全部コーラや。まあ、コーラやけど。あ、これもう全然めっちゃ、まず、まあ、美味しくないもん。で、これはもう、論外やろ。はい、次これ。いや、ちょっと、ま、保留。保留で、3つ目いきます。はい、これも違う。違う。これ違う。これ、もう、絶対リンゴや。コーラリンゴや。わかる。え、なんか、リンゴ風味。めっちゃ。まあ、それはわかりやすそうやな。え、そっち除外ゾーン。これ除外、除外ゾーン。保留、保留。4つ目。え？あの、もう口の中が全部、コーラの味だっけ。水色全部コーラやから。うん。これちょっと保留。これ、最後、ラスト。とりあえず、この3つにして、これも画面から除外。うん。この3つは、ちょっと近いよ。はい、この3つに絞りましたけど、ちょっと、本気出さないと分からんわ。めっちゃ飲んでるやん、コーラ。どの3つかな。いや、多分、この3つは分かってる。コーラと、コーラゼロと、特保コーラに。ただ、その3つが分からんから。色一緒やもんな、うん、あ、これちょっと違うわ。なんか甘みが足りひんてか、甘みが足りひんてか、俺結構揚げ物と一緒に食ったりする。なんかこれ多分食べ物料理と合わへん。なんかちょっと薬品の味がする。だからこれは除外、除外します。はい、じゃあ
ん？匂いは一緒。ちょ、匂いで。あ、一緒は一緒。いや、これやな、多分。うん。これやわ。もう間違えたら、うん、もう一生その子だった。一生は言い過ぎ。一生は言い過ぎ。よし。これです。これよ、それ。もう一緒やで。俺、コーラめっちゃ好きやん。余裕じゃないよ。さっきの、まあ、まず2個はもう除外やったけど、これは、でもこれやで、いつもの味これやもん。ちょっと、いつもの雰囲気がさ、お、角や。飯食う、餃子食う、口の中熱い。これやん。絶対これ。一回それでやってみる。うん。これも一回やってみようか。じゃあ、カザヤメン食います。餃子食べます。これも、これもよ。じゃあ一回ホルモン天国。ホルモン天国ごちゃ混ぜ。これやん。いつもの、カズヤとホルモン天国との、相性抜群。相性抜群。うん、こっちは。こういうのが。あ、これも、あ、巻いてな、感じで。ちょっとちゃう。ちょっとちゃう。いつものコンビネーションで言うと、こっちの方がめっちゃしっくりくる。うん、これ。よし。もらって。うん。もういいわ。あとは4つ絶対にあるし。俺が選んだのはこれです。じゃあ、さっきの順番に並べてな。俺のやつ来るから。いきます。並べました。いきます。はい、いただきます。3、2、1。じゃじゃん。正解。正解よ。俺何じゃこいつかやっぱり。あ、もう、これとこれは。論外。うん。まずこれ匂ったらもう、ま、リンゴやん。リンゴやん。めっちゃリンゴ。そう。やっぱ、もうこれ、いつもの味やわ。ちょっとちゃう。近いけどこれが。うん。これとこれはもうね、この先も飲まないですね、二度と。飲むときない。僕結構、減量中も、もう、コーラは飲めないんで飲まないんですけど、こんなに足らない派なんですよ、俺とも。もう飲むか飲まへんか。試合1ヶ月前に行ったらもうコーラ飲まない。なんで、はい。コーラ大好きなんで。しかも僕、あれですよ、後楽園ホールで試合終わったら、いつも控え室の前にある、もう自販機で、日本行きのみっつうもんな、俺。試合終わって、控え室降りてきて、もうすぐ、バンテージも外さずに、コーラ日本行きのみしますからね。それぐらいコーラ好きなんで、今日は当てれてよかったです。あ、まあ前回ね、外してるからな。はい。じゃあまだね、次はリョウとキヨトにもなんか聞きシリーズやってもらいたいなと思います。まあまあまあ、ちょっとまた考えて、聞きシリーズやっていきましょう。はい。じゃあ今日は動画ここまでです。バイバイ。お疲れっす。